予言します。2秒後に大爆笑起きます。もしも夜のお店のオプションに矢沢永吉があったら、いっちゃえおっさん。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。大クレームかもしれないですね。さあ本日なんですが、皆さん最近ツイッターの方で話題になっている国分レイというアカウント、ご存知でしょうか。まあ、これリクエストたくさんありがとうございました。最近行き過ぎ都市伝説も放送されまして、まあ、まだ録画見れてないんですけど、見ろって話やばいでん。このアカウントがなぜ話題になってるのかと言いますと、このユーザーというのが、私は2058年からタイムマシンで来たっていう風に自称しておりまして、さらにはツイッター上で数々の予言を的中させてるとのことで一躍話題になってるんですね。じゃあ今日はですね、この方とは一体誰なのか、そしてどんな予言をしてきたのか、そして確信の本物の未来人なのかというところと合わせてですね、まあ、過去にネット上で突如として現れたその他未来人まとめてきたんで紹介していきたいと思います。早速です。1つ目、国分レイ。まず概要からざっくりと言いますと、2019年ですね、突如ツイッター上に現れたこのユーザーはですね、東京の某国立大学工学部の大学院生でして、友人の力を借りて2058年の未来から時空間移送装置を使ってやってきた未来人だとのこと。ユーザーはこの2058年において、まあ、私が2019年に移動した痕跡を確認するためにツイッターに書き込みをしてるっていう趣旨のもと、まあ、ツイッター上で数々の予言をしてるんですけど、まあ、その書き込みの多くを的中させるとのことで話題になったんですね。で、今現在ツイッターのフォロワーが55万人と、まあ、僕をはるかに凌駕する人気アカウントまで成長しています。おかしいやろ。みんなもツイッターフォローしてもらっていいですかね。話それましたけど、的中した予言っていうのをいくつか紹介します。まずこちらのツイート、オリンピックでの日本の金メダルの個数が27個になるという予言ですね。何よりこのツイートがされた日付に注目です。2019年の12月15日、なんと東京オリンピックが開かれる前のツイートなんですね。そして結果的にどうなったのか、皆さんご存知の通り、日本は金メダルを27個獲得しましたよね。お次はこちらのツイート、安倍総理が2020年9月に辞任するというもの。これも19年の12月のツイートなんですね。そして結果的に安倍元首相は2019年の9月16日に辞任して、これも的中しました。その他にも的中させた予言としては、2020年セリーグは読売ジャイアンツがリーグ優勝、安倍総理の後任は当時の菅官房長官、2020年の J1 は川崎フロンターレが優勝、東京五輪は2021年の7月23日にちゃんと開催される。はい、これがね全部ズバリ的中してるんですよ。そしてこれから起こることに関する予言もいくつか紹介します。新型コロナは2024年の9月に収束宣言、令和の次の元号はバン、バイン。2058年には空飛ぶ車は実用化されており、緊急車両と地方や離島での物流に使用されている。今後富士山の噴火と南海トラフ地震は発生しないが、24年1月に令和6年十勝沖地震という広域地震と、2037年の1月に令和19年沖縄地震という都市直下型の地震が発生する。2058年の iPhone に相当するデバイスは2ミリほどの厚さしかなくて、クレジットカードのようなサイズ感になるとね、少し不安を煽るような内容も含まれてるんですけど、さっきみたいに的中してるのを見ると、まあ、これも全部当たっちゃうんじゃないのかと思っちゃいますよね。しかし皆さんご安心ください、実はこれは全部デマなんじゃないかっていう説が有力になってきてるみたいです。はい、まあここまでがっつり説明しといてなんなんですけど、まあこれ僕の調べによりますと、このアカウントは予言ではなく予言風に見せてるとして、からくりが2通りあるんじゃないかというふうに言われております。1つ目は、鍵垢でいくつもツイートして当たったもの以外は消去するという手法ですね。まあ、例えば金メダルの獲得枚数に関しても、1枚2枚3枚10枚15枚っていろんな枚数をツイートしておいて、まあ、いざ結果が判明した時に27個以外のツイートは全部消して鍵垢を解除するというやり方ですね。まあ、鍵垢にすると外れたツイートは他人から見えませんしね。まあ、その証拠に、まあ、この方のアカウントを解析ツールで分析したと、まあ、すると今年の9月時点でのツイートが67個ぐらいしか残ってないのに対して、実際は600件以上のツイートがあったことが分かったそうですね。で、2つ目のパターンがですね、まあ、これ少し安直かもしれませんが、アプリを使う手法ですね。でツイポットっていうんですかね、まあ、このアプリを使えば、まあ、ツイートの投稿日時を後から変更することが可能みたいです。あ、これ別に企業案件とかじゃないですよ、お金欲しいですけど。ということで序盤から皆さんの夢を壊して申し訳ないんですが、まあ、このツイッター上に現れた未来人国分レイは偽物の可能性が高いということが言えますね。まあ、ちょっと残念な結果ではあるんですけど、これでもね結構信じてる人っていうのはいまして、まあ、僕は少し信じてみようと思いますっていうような人結構いるんですよ。ただこのアカウント、なんでこんなフォロワーが今でも多いのかっていうのが、それが結構いいこと言うんですよ。まあ、質問とかでデマとか捏造とか未来でも問題されてますかみたいなやつに、まあ、録画の映像よりも改ざんできないライブ映像の方が価値が今あると、なんなら今現在も YouTuber とかがそうなってきてませんかっていうふうに答えてて、あ、これは確かになと思いましたね。まあ、気になる方はエンタ
改めとして覗いてみてください。はい、じゃあここからですね、過去にネット上で現れた預言者未来人についてまとめてきました。1人目、ジョン・タイタ。出た。こちらタイムマシンで2036年から来たと自称する男ですね。まあこれ一度ガッツリ紹介したんで概要だけざっくりと説明すると、ジョン・タイタは2000年にアメリカの大手ネット掲示板ですね、まあ、日本でいう2チャンネルみたいなところ、ここの超常現象関連のチャットに突如として現れた未来人です。まあ、彼はチャットに参加するなり、私は2036年から来た軍人としてとある任務を任されているとね、まあ、突拍子もない自己紹介に続き、今後起こる事件や未来人である証拠などを次々と書き込んだということで一躍話題になりました。で、書き込みからおよそ4ヶ月後ぐらいに任務を遂行したって言い残して姿をくらましたんですね。まあ、ここまでは前回と同じなんですけど、今回ここから深掘りしていきます。まあ、彼曰く2036年の世界は第3次世界大戦後で、世界が荒廃しているだけではなく、世界中のコンピューターが誤作動を起こす2038年問題という問題にも直面しつつあるとのこと。まあ、そのため彼の任務っていうのが IBM5100 を回収することだったと言います。まあ、要はパシリですね。極論、うん、ちょお前焼きそばパン買ってこいやみたいな。さらに彼はですね、世界で20人ほどしか知らないこの IBM 企業秘密などを打ち上げていて、まあ、彼の信憑性っていうのがぐっと増すことになります。コーラのレシピみたいな。で、彼が当てた予言としては、2005年新ローマ教皇の誕生、2001年のペルー地震の発生、2003年中国が宇宙進出、そして2003年イラク戦争、2003年の狂牛病の流行ですね。まあ、ここまで聞くとかなり当たってるように感じるんですけど、まあ、実は2008年に関東大地震がとか、2015年第3次世界大戦勃発とか言っておいて外してる予言っていうのもあるんですね。外すって何なんて感じなんですけど。で、まあ、こっからね、ちょっと皆さんの夢を一気に壊していくと、2008年にイタリアのテレビ番組でボイジャーっていう番組があったんですけど、まあ、このジョン・タイタに関して深掘りをして正体突き止めていきましょうかっていうね、まあ、ドリームブレイクスペシャルがあったんですよ。するとこのジョン・タイター財団っていうね、まあ、このジョンに関する著作物とか、まあ、商品とかを管理販売する団体曰くですね、2003年頃ジョンの母親を名乗る女性ケイ・タイターという方が、ジョンがタイムトラベルをするところを記録したビデオテープをある法律事務所に預けたっていう話があったんですよ。ただこの番組内でその調査を行ったところですね、ジョンが暮らしてたとされているフロリダ州のタンパという町の警察や司法のデータベースのどこを探しても、まあ、このジョン・タイターとかケイ・タイターという人物に関する記録は一切なかったっていうことなんですよ。ちょっと怪しくなってきましたね。でも逆にこんだけガチで調べるのすごいですよね。で、この番組の調査によると、この財団の最高責任者がラリー・ハーバーっていう、ラとリの間に伸ばし棒があればほぼピーター・アーツだった人が、ディズニーの顧問弁護士なんかも務めてた凄腕の弁護士でして、まあ、特にエンタメ業界に強いことで知られてたっていう話があるんですよ。なのでこうわざわざこんなことまでするっていうのは、まあ、シンプルにお金儲けるためだったんじゃないのかって言われてますね。まあ、これだけではこのジョン・タイターの存在を完全に否定できるものじゃないんですけど、どうも疑っちゃいますよね。次2つ目、2062年から来た男。はい、お次はこれ2チャンネルに降臨した未来人ですね。極秘調査を目的として現代にやってきたというこの男なんですけど、2010年の11月から12月、2011年の7月、2012年の1月、この3回にわたってスレを作って、スレの住民らと質疑応答を行いました。名前、年齢、住所とは不明でして、で、この男性の目的というのは結局明らかにはなってないんですけど、で、この2062年の日本に必要なある生命体の採取のため、ネバダ研究所というところから7名の調査員と一緒にタイムマシンに乗ってきたって言ってるんですよ。このユーザーが注目されるようになったきっかけが、地震に関する予言を的中させたっていうのがきっかけらしくて、2010年の時点で翌年に起きた東日本大震災とか原発事故、そして2016年に起きた熊本地震ですね、この発生を匂わせるような書き込みとか行動を行ってるんですね。まあ、これはっきりと予言してたわけじゃないんですけど、まあ、地震に関しての書き込みは、中国はもう存在していない、アジアの大半がインドになっている、自然災害については言うことが許されない、人口動態変化につながることは言えないということで、ただし忠告しておくっつって暗号を残したんですよね。 Y A IDA NEB マルレって出た内容なんですけど、この暗号がまあこうバーって解読したら、山に登れっていう風に読めるらしいんですよね。まあ、これがその津波を予言してたんじゃないかっていう風に言われてます。で、また熊本地震に関しては、まあ、近いうちこの場を借りて特殊な信号を発信しなければならない、その際少しばかり協力してほしいのだが大丈夫だろうかっていう書き込みの後にですね、次は2016年の4月15日に移動するって言い残して消えたんですね。で、この前日っていうのが熊本地震が発生した日だったんですよ。他にも注目された書き込みとしては、2030年第3次世界大戦は起きるのか、このアンサー、2030年ではない、もっと早いぞ、日本が大きく変わるのはいつ、2020年代の後半、仕事の在り方や働き方は変わっているか、会社には1人いるかいないかで大半が自宅で就業している、無論業種にもよりけりとかあるんですけど、まあ、この最後の仕事の在り方とか大きく変わるに関しては、この今のコロナ禍のリモートワーク、この普及を予言していると捉えたらちょっと面白いですよね。これもただのデマだろって言いたいところではあるんですけど、この2062年の未来人に関しては情報がちょっと
ょっと少ないのと、まあ、結構当ててるってところではっきりしたことはあんま言えないんですね。ただね、ネット上の予言者の中でも、まあ、特に信憑性はあるんじゃないかと思われてますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は最近話題の国分霊をはじめ、これまでのネット上に現れた未来人について、ご紹介しました。まあ、結構夢ありますよね。皆さんはどう思うか、ご意見をお聞かせください。最後に久しぶり、僕もちょっと予言しようかなと思いますよ。今年の M1 の優勝者予想です。今年の M1 の優勝者は Q というコンビが優勝を取ります。理由はですね、メガネをかけたピロさんという方が、お前に似てるという DM が連日止まらないからです。